語り、そこにいない。ふと思い出してしまう。あの夜、僕は電子ピアノを弾いていた。いつものデタラメな即興演奏。店内は真っ暗闇。ただし、入り口の鍵は閉めていない。約束も何もしていないけれど、君が来るのを待ちながら弾いていた。外は土砂降りの雨だった。雷鳴さえ聞こえた。僕はいつまでも弾き続けた。なのに君は来なかった。翌朝、君から教えてもらった。消灯していたから諦めたのだ、と。その心配はしていた。でも、明るい店内では待てなかった。あんな土砂降りの雷雨の夜に、一人きりでは。やはり思い出してしまう。偶然の素敵なメロディーが生まれた瞬間に、君はそこにいなかった。あの苦しいまでに寂しかった夜に、君はそこにいなかった。